下に落とすように使えばいいのか。はあ、はいはい。脇を締めるとは例えばどういう？ここに締め込む感じですね。はあはあ、骨盤を制するように。おうおうおう、左手？はい。はあはあ、うん、どっちとも違って、はい、左手っては相手の膝の外側に握りにして、はい、下裏でもいい。裏でもいい。はい、裏か外を握りにして、はい、その手っては自分の右お股の方に伸ばす。あ、こんにちは。右の股、右の股の方に伸ばす。こういう力を使える。股の方にこういう力を使える。右の、あ、右股の。こっちに。うん、いやいや、あ、いや、股の中だけど、なんか今真ん中の、あ、そっち。うん、こういう力を。うん、それでいい。だからそうしないとダメよ。はい。うん。じゃちょっとやってみた。はい、うん、忘れもあるぞ。ありがとう。すいませんでした。うん。じゃあ、じゃあ、あのさあ、じゃあまずこう脇締めてみやい。磯部さん動いていいよ。なんか楽だよね。うん。じゃあそれ床にえいって押してみ。もう磯部さん動いて。その方が良かった？ちょっと今は分からない。どうなんでしょう、今ちょっと。床に押したら、あ、もう一回やってみ。じゃ磯部先生がそういうことをすると、あの右足落ちるけどさ、はい、そいつで床蹴って左足顔に回らん。左足を、あ、僕ですね。うん、あなたが。うん、簡単だね。ああ、はい。あ、それで床蹴ってほしくないんですよ、左足は、はい、相手の右足はあんまり力強く。だから自分の股の方にを、そしたら、いや、あの自分の左手でさ、相手の膝股の方にギューやればさ、はい、左肩がその力も加わってプレッシャーがかかると思わん？はい、あ、確かに重くなりますね。うんうん、じゃあそうすれば。うん、さ、右手はどうするんだ？一定腰を静止する。違います。どうしましょうね。うん、あの脇、肘が天井向くぐらい脇開ける。肘が天井向くぐらい脇を開ける。うん、いや、帯は握ろうか。はい、帯は握って、こういうの、なんか磯部君嫌じゃない？あ、そう、差し上がる。うん、なんかすごいやらしいよ。はい。うん、じゃあそうすれば、うん、そうするものです。あ、はい。分かった？